荒尾里氏は日本のオートレース選手。福岡県築城町出身。27期、飯塚オートレース場所属。身長171.9センチメートル、体重56キログラム、B 型。福岡県立築城西高等学校卒業。荒尾里氏は21世紀最初のニューヒーローと言われた選手である。幼少の頃、 オートレースの大ファンであった祖父に連れられて、飯塚オートレース場に行き、そこで初めてオートレースを目の当たりにしたアラオは、4、5歳の頃からオートレーサーになるという決意を固めていた。2001年4月に選手としてデビュー。養成所で優秀新人賞を受賞しただけあって、デビュー当時からアラオの評価は高かった。デビュー翌年には、 最優秀新人賞をはじめとする多数の賞を受賞し、その年の12月には2級者でのバンクレコードをマーク。翌2003年には早くも S 級にランク入りし、2004年4月の SG 第23回、オールスターオートレースで SG 初優出を決めると、翌年6月には GI 初制覇を達成。その年の後期には史上最年少の S1 レーサーとなった。その後、 一時的に不振に陥ったが、2006年の中頃から調子を取り戻していった。特に、年末のスーパースター王座決定戦のトライアル戦では一層目で、痛恨の発着と惨敗を喫し、決定戦進出は絶望的と見られていた中、翌日の二層目で、騎士改正の一着を飾り見事決定戦進出を決めるという土壇場で、騎士改正の強さを発揮した。 そして、翌2007年の SG 第26回、オールスターオートレースでは、きっ抗しているとはいえ思想タイムが、最も遅かった一人であったにもかかわらず、一度は、荒尾をさばいて先頭に立った、有吉達也を、最終の10周回1コーナーでさばき、自身初、そして27期生初の SG 優勝を飾ったので、ある。中村正信を尊敬している一人でもある。 中村のスター性や心意気というものに見せられ、オートレーサーへの志をさらに強くしたと言っても過言ではない。しかし、その中村は荒尾がデビューする一年半前に無念の死を遂げる。昔からの憧れであり、目標としていた選手だけに、共に走りたかったと、荒尾は語る。ありがとうございます。